江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、掲示板からのご紹介でございます。警告民、なぜ李俊信は日本のアニメや漫画に出てこないんですかね。誰も見ないだろそんなの。出てる嫌うわ。はい、じゃあこちらですね、スレッドの書き込み見ていきたいと思います。くっちゃんお願いします。日本では歴史の偉人たちを TS 性転換して美少女にする風潮がありますが、李俊信は出てきません。渓谷で李俊信といえば英雄、偉人を超えた境地に達した存在なのだが、皆様は外国の作品でこのような国内英雄を出されることについてどう思いますか。出してねえ出してないから。渓谷では李俊信といえば英雄、偉人を超えた境地に達した存在なんだ。はい、じゃあですね、こちらに対して渓谷の反応いきましょう。李俊信を知らない方もいらっしゃる、あの渓谷ではこう豊臣秀吉の慶長文禄、文禄の駅の方か、で日本軍を追い返した英雄として語られているということだね。うん、でも日本ではそんなの教科書にも全然出てこないし、まあ出てくる必要もないですけどでその当時大した人ではなかったというね話もありましたね。でも渓谷ではなんだっけ、あの東郷平八郎が尊敬するのが李俊信だみたいなデマがね、流れてたりするんですよね。はい、じゃあですね、こちら渓谷の反応っていうか、あ、渓谷の書き込み見ていきましょう。はい、それでは一人目。露出度合いによって世論が分かれるでしょう。いたずらに露出がひどい女子にしてしまえば、李俊信、露出の激しい李俊信、いや見たくねえ。英国の伝説のアーサーも美少女化していろいろやっている国ですから。アーサーは伝説であり、こちらは実存人物で子孫も多い。さらに子孫の中で抗日当時も多い。我が国であまりにも仰木山は英雄だから簡単に容認できないようです。それがかなり美化されて出てきても、日本人たちは歴史教育をまともに受けることができなくて、出ても否定的であるか歪曲的に表現する可能性が高いです。また真実を知っても偽物のために歪曲させる可能性も高いでしょう。なんでさ、お前らとの絡みをさ勉強しなきゃいけねえんだ、やだよ。明確に李俊信が女の子で出たらそれは完全恥辱だと思う。他国の英雄を儀がするのはトラブルになりやすいですからね。例えばヒトラーのように、特に日本と渓谷の場合は。李俊信は我国にとって苦い思い出のある相手なので、学校で教えてなくて知らないんですよ。わら、喧嘩を売ってるのかも。知る必要がないから教えてないんで。はい、じゃあですね、チャットの反応いきましょう。はい、じゃあね、上の方からいきますかね。そもそも李俊信を誰も知らない、わら。日本のアニメに渓谷人が出るわけがない。かませ犬以下のキャラとして出したら怒るじゃん。知名度ないからでは。関羽のパクリだからにか。え、そんなじゃこ出して誰が愛するの。絶対文句出るよな何言ってんの、誰も知らねえし、わら。李俊信は卑怯者であり英雄ではないからですよ。停戦協定をしたのに後ろからあれだよね、フルボッコにしたあれだよね、ここあれだよ、襲った人だよね。 FGO に一人も偉人が採用されてないもんな渓谷。なんであんな卑怯者を漫画に出さなきゃいけないの。キム・ジョウンの美少女化はあるけど、系アニメで豊臣秀吉が英雄として出てくるか。日本で作ったらケチョンケチョンだわ。大体日本人は興味ない。こないだの鉄腕ラッシュで出た偉い人、休戦協定無視して襲いかかってきた挙句薩摩の水軍に返り討ちにされた卑怯者だからです。すぐに逃げ出すキャラとして出してやったら、お前らで作ればいいじゃん。スモモ俊信を美少女キャラにして需要あるかは知らんけど、わらわら。なぜ出てくると思ってるんだ。リマド家臣は英雄でもないし、逃げていて流れ弾に当たって亡くなったただの人に魅力とかないだろ。 FGO サバに李俊信出てきたらクラス何になるかな。だったらダン君も美少女化して作らんといかんな。K
渓谷の歴史なんてどうでもいいので、日本の近代史で教えても意味ない。卑怯な手を使って一時盛り返したが、結局退治されたんだよね。渓谷の時代劇は歪曲しすぎで、見たくもないし、日本に嘘歴史を押し付けようなんて浅ましい。もう、いっそ、ダン君と李俊臣とアンジュコンを一緒に美少女キャラで作ってみ、わら。声声的に30、能力30? はい、そしたら、それは声称えるわ。100のうちの30でしょ。はい、では、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた、雑魚キャラじゃん。